皆さんこんにちは、ゆきです。今日のハクレポはアート&モダンで覚醒するホテルと題しまして、ホテルリズベリオ赤坂をレポートさせていただきたいと思います。はい、こちらのホテルリズベリオ赤坂なんですけども、こちらのホテルのコンセプトはですね、ラギット&ホップという風な感じになってます。日本語にするとですね、なんか武骨で洒落たみたいな感じになってるんですけども、まあそういった部分をですね、コンセプトに赤坂の地にですね、2015年12月1日にオープンしたスタイルホテルになっています。このホテル名になっているリズベリオっていうのはですね、イタリア語で目覚めであったりとか覚醒という風な意味を持っているそうです。まあなんでここのですね、ホテルの特徴は日本国内とかあるいは海外のアーティストによるオリジナルのアートがですね、全室に描かれてるっていうことなんですね。ね、なかなかロビーとかですね、ラウンジとかにこうオリジナルアートがあるっていうのはよくあるパターンではあるんですけど、ここはですね、部屋にオリジナルアートが描かれてます。しかも、部屋の額縁ではなくて壁に描かれてます。まあサインだったりとかですね、ロゴだったりデザイン、アート、キュレーション。まあ、こういった部分をですね、国内外で活躍中のグラフィックアーティスト。まあ、それから、アートディレクターということで活躍されている川上俊さんという方が、監修しているホテルになっています。まあ、それが一つとですね、もう一つの大きな特徴は、ドイツのですね、まあ、マットレスのメーカーで、シェラ・ラフィアっていうのがあるんですけども、そこのゲルテックスっていうですね、コイルを使わずに、ジェルとウレタンをミックスした軽量な素材を使って、体の負担を極限まで軽減してくれるという、こう、ベッドを採用しているというところが特徴になってます。まあ、いろんなですね、まあそういった他のホテルにはない、特徴を持ってるというところで、非常に僕もですね、興味があって泊まるのワクワクしてたんですけども、こちらのですね、ホテルのオーナーはアトリウムという会社だそうです。はい。ただ実際の運営はですね、業務委託ということで、株式会社グリーンホスピタリティマネジメントという会社が行ってます。で、こちらのグリーンホスピタリティマネジメントっていうのはですね、例えばトンカツのサボテンさんだったりとか、あとは中華の社宝殿なんとかを展開しているグリーンハウスという会社の 100% 子会社になっています。直営のですね、ホテルグランバッハっていうシリーズのほか、会社から、いろんな会社から業務委託を受けてホテルを行っている会社になっています。はい。こちらのですね、ホテルリズベリオ赤坂はですね、最寄り駅のが赤坂見附になってまして、だいたい3、4分かなで着くような感じになってます。赤坂からだと5分ぐらいかかる感じですね。はい。で、ちょっとですね、エントランスが通りから中に入ったところにあるので、ちょっとですね、見落としがちではあるんですけども、まあしかもなんかね、コンクリートであんまりこう目立った看板出してないんですよね。ちょっとシックな感じなんで。まあただそこに、おしゃれな感じにフロントロビーがあるっていう感じになっています。で、フロントロビーはですね、冬になると暖炉を灯すらしいので、ぜひ冬に泊まってみたいなと思ってます。それでは、ホテル部屋の紹介ムービーをご覧ください。はい、こちらはですね、お化け屋敷ではございません。こちら9階の、廊下になってますね。はい、エレベーターもシックな感じですよね。はい、そしてこの9階の今日泊まる部屋は901号室です。入ってみたいと思います。よいしょ。おー、真っ暗だ。スイッチオンということで、おーな感じで、下はですね、やっぱり黒で統一されてましてですね、そこにスリッパとここにハンガーがあります。そしてその横に、なんだこれは、空気清浄機か、パナソニックの、これ何ですかね、空気清浄機かな。ちょっとスイッチ入れてみますか。スイッチオン。はい、入りません。あ、これでいいかな。お、今日何ですかね、
空気清浄機でね、ナノイーって書いてますもんね。へえ、ナノイーの新しいタイプですかね。かわいい。してその横にはなんとタブレットがありますが、これもこういうタブレットってね、どこでスイッチ入れればいいかわかんないの結構ありますよね。ここに触ってもね、何も動かないし、はい、ちょっとこれは後で格闘してみたいと思います。そしてこちらになんかクラシックな感じの、ワイン色というんですかね、カーキ色のソファーがありまして、その上にテレビがあります。このテレビはシャープ製ですね。32型かな、36までは行ってないと思いますね。なんかね、このポールにこうかかってるみたいで、これかっこいいですよね。そしてこれも天井から吊り下がったシーリングライトがあります。はい、そしてそこのところにこう家具というか、あってですね、はい、ここにまずティファールの電子ケトルがあって、氷入れるもの、そしてかっこいいですね、なんかこれね、高級ホテルみたいここに、グラスが2種類、まあ、グラスとコップですね。そして、コーヒーがっていう感じですね。で、ここが引き出し、ここは引き出し開けるとこ出てくるんですね。で、その下が冷蔵庫でしょうかね。あ、この間と同じですね。ペルティズムの冷蔵庫があります。確かね、これはね、ホテル専用なんですよね。はい、そしてお部屋はこんな感じです。じゃじゃん、でーん。どうすか。めっちゃクール。っていうか、面白い、ここのお部屋の一番の特徴は、なんか、全部がオープンですね。まあ、もちろん閉めればね、ここ閉鎖になるんですけども、水回りまで一気通貫で見れるようになってるから、なんかこう開放感があって、とってもなんか素敵なんですよ。こっちから見てもね、なんかこう、クールですよね。落書きっぽい壁があって、そこにスポットライトみたいなね。で、窓もなぜか違う形の窓が2箇所ついてます。はい、開けてみたいと思います。それでは、オープン。おお、赤坂の割に今日綺麗だよね。天気ですからね。はい、ということで向かいのセンチュリーホテルヴィンテージが見えたり、赤坂の駅の方が見えます。すごいね、ため池の方まで見えますね。はい、これはすごいね。こっちはなんで、赤坂だから、これは東側の方かな。そしてここ行けない。なんとこれ、もしかして中になんか物入れ、いや開かないね何なんでしょう、ここ人が挟まらないよっていうか、行けないようにこれ してるんですかね、ストッパーみたいに。でこっちにもねあるんですよ、ほら窓がね。おお、朝ね、この東側だとね、このままの太陽の明かりで目覚めそうですよね。はい、という感じになってます。そしてもうこのまま行っちゃいますね。はい、ここに、これ、面白い。何このスポットライト。なんで上から下までこう繋がってんだろうね。すごいね。はい、洗面台があります。ね、白くて可愛らしい洗面台ですね。そこして、おー、プロバンシアちゃんのハンドソープ、ペリカン石鹸、僕の大好きな。そして、ここにタオルと、これが多分、アメニティですかね。おお、ひげ剃りと、ヘアブラシ、それから綿棒、それから綿、それから歯ブラシとボディタオルが一通り入っています。ヘアドライヤーはちょっと後で写真撮りますね、一人だとちょっと開けれないので。はい、いう感じですね。そしてここはあれはないんですよ、お風呂は。はい、なのでシャワーが入っていてます。全部こっからとガラスだから映っちゃいますね、どうしても。はい、オープン、デデンデデン。はい、ここにもプロヴァンシアのアメニティがあって、そしてこれは上から出るのか、出るのか、新しいね、このレインシャワーっぽいやつ、レインシャワーだと思うんですけど、ちょっと出してみます。いやー、でもな、洋服変えられるかな。でも行っちゃいますね、せーの、ポン。おお、違う方が行っちゃった。おお、来た来た来た、勘違いしちゃった最初。おー、来ましたね。ちょっと、わ、どこで止まるの、あ、ここで止まるの、ごめんな、これ真ん中にしてるのに止まらないんだけど。そっか、ここで止まりか、あ、すいません、なんかもうボロボロになっちゃって、ごめんなさいよ。あれこれ、でもどうやったら止まるんですか。どうやったら止まるんですか。うわ、
はい、これ止まりましたね。うわやば、びちょびちょになっちゃいましたね、ごめんなさいね。そしてトイレ、こちらは TOTO 社製のウォシュレットになって、こうこんな狭いのに部屋を一周できるようになっています。はい、こんな感じですよ。個人的にはでもすごい好きかもしれません。オープンにするとかなり明るいです。はい、以上です。はい、それではですね、ホテルリズベリーを赤坂のベッドチェックです。なんと今日はハクレポ史上初の、ブランドのベッドになってるんで、とても楽しみですね。ドイツのですね、シェラーラフィアというメーカーが開発したゲルテックスという素材を使ったベッドになってます。こちらはですね、何が特徴かというと、コイルを使わない、素材ということで注目されている素材みたいです。こちらのベッドなんですけども、幅がですね、160cm のクイーンサイズ、高さが 50cm ぐらいなんで、だいたい膝ぐらいかなっていう感じですね。はい、でこちらの今日の、部屋着はこんな感じです。とっても着やすいセパレートタイプになっております。このゲルテックスはですね、なんとウォーターベッドのような感覚ということなんで、めちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、まあそんなね、ベッドでね、ウォーターベッドなんて普通にあるわけないよね。そんなわけなる、そんなわけないやろっていう感じです。わ、ほんまやほんまや。お、なにこれ。なんか、ま、もちろんそのウォーターベッドとまではいかないけど、明らかにあのコイルのようなちょっと人工的な感じはしないですね。はい、めちゃ心地いいですね。今晩寝るのが楽しみです。はい、ということでどうでしょうか。もちろんね、この辺っていうのは好みもあるとは思うんですけども、僕はすごく好きだったんですよね。なんでもずっとここでなんかね、仕事してたいなみたいに思うようなお部屋でございました。はい、でやっぱりこう間取りもね、すごい斬新だと思うし、このデザインもあのアートもですね、なんか嫌な感じがしないというかところでしたし、やはりこの、ベッドもですね、とってもなんか今まで味わったことのないような感触でしたね。で、レインシャワーとかもあってですね、本当に良かったですね。で、こちらのホテルなんですけども、お部屋以外で言うと、1階にはですね、まあ、この会社の直営ではないんですけども、ブルックリンをイメージしたモダンとヴィンテージっていう風なのを調合したスタイリッシュな、クラフトビール&グリルレストランということで、なんて読むんですかね、135でいいんですかね、135タバーンっていうお店があります。135なのかもしれないですけどね。なんかネットで調べるとですね、135タバーンクラフトビール&グリルっていう風になってました。で、朝食はですね、朝食付きのプランの場合はここで朝食がいただけるようになってるそうです。なんで、ぜひ、次回はですね、朝食も食べてみたいなという風に思っています。今回ですね、泊まらせていただいたお部屋なんですけども、ダブルというお部屋でした。で、ベッドタイプがですね、シェアラフィア製の160cmの、クイーンサイズ。食事がなしの素泊まりでした。広さが16平米、料金が1万円。で、選んだポイントはもっと東京だったというところと、このデザイナーズホテルだったというところですね。ユッキーのレビューなんですけども、まあ料金はね、妥当性があるかなという感じです。で、お部屋が、まあちょっと斬新だったんで5とさせていただきました。で、設備品が十分なんで4、清潔も5とさせていただいています。お風呂がですね、まあちょっとシャワー伸びというところではあるんですけれども、まあレインシャワーがあってですね、結構、こだわりがあるなというふうに感じました。サービスは、まあフレンドリーなスタッフの対応に加えてコーヒーサービスもあるので4とさせていただいています。環境景観に関してはですね、まあ、赤坂の商店街というところにあるんですけれども、まあ、眺望も結構あってですね、悪くなかったかなと思うんですが、まあ、ちょっとね、用のをつけるにはと思って参加させていただきました。はい。まあ、良かったところ、悪かったところ、良かったところ先ほど、触れたので省略させていただきますが、残念だった点としては、こんな結構ね、モダンな感じなのに USB ポートがなかったのが、ちょっと残念かなというふうに思いました。はい。総合満足度ですが、A とさせていただいています。この地域なら泊まる価値があるおすすめというか形ですね。まあ個人的には本当にこう雰囲気も、プランもインテリアもすごく、好みのタイプでしたね。都会のね、こんな街の中のこんな素敵な部屋にこう住めたら快適だなというふうにこう思いました。
で、実はですね、もうすでに次回宿泊予約済みで違うお部屋を予約してありますので、その際にはですね、再度、ハクレポでご紹介させていただきたいと思います。はい。それではまた。